お母さんってこう？はい、お友達と遊んだりとかするんですか？こう普段どんな？<は>なんかこう？お友達とかいっぱいこれ悲しいお話になりますけど大丈夫ですか？<laughs> だって知り合いは絶対いっぱいいると思うんですよ。はい、もう業界も長いし、はい、いろんな現場にいるから、はい、今日なんかこう友達となんかハングアウトしてる？絵が。はい 浮かばないっていうか、深川さんから。はい、それあの正解です。正解ですはい、それちゃんと見えてます。私の生活が。本当ですかはい。うん、だから、みんなの、なんていうのかね。やっぱり局とか、そういうところではね、うん、現場ではね、はい、あのお会いしますけど。はい、だから、ビジネスフレンドになりますね。ビジネス。 <laughs> いや、私の中ではそう割り切ってるわけじゃないですよ。はいはい、私の中では、はい、あのもう全然あのお友達というか、共演者まあ、大切な皆さんなんですけど、はい、やはりプライベートでのお誘い、そういった引力を感じることはないですね。<laughs> <laughs> あの、けど自分からもなんかだって。芸人の友達とかい,、はい、いんなんか？ 芸人の人のと遊んででなさそうですよね、はい、それこそですね、うん、あこの後輩いいなみたいな、はい、まあかつてはアンあアンガールズだとかロッチだとかあ,あ,まあ,あまりねあんこういう先輩風吹かせるのもあれですけど何、はいはい、て言うんでしょうかね、まあ、私が世に送り出した的なね ところはねあるんですよああ誰もがね知らないところあんがらずいいよ」とかね、はい、最近でいうと平野ノラさんとかね、はい、もう曲をね CD なんかも出したりしたんですけどね、うん、ひとたびブレイクするとですね、はい、ちょっと私の連絡を無視するような <laughs> 忙しくなったからね、将来ですけどもね、割と親元を離れて。はい、いつか、いつかまた帰ってきてくれると、<laughs> この故郷へ。ね、それ許しちゃうんですか、先輩は。いや、それはそうですよ。だから、<ー>そもそも。ところ 許すというかやっぱりいつまでもね私にねくっついていてもしょうがないじゃないですかいろんな人と接する方いろんな人と出会うことがやっぱりその人のカラーをねいろんなものにこうするのでいろんな人と出会いなさいっていうねだからって無視することはねえだろうっていうのはねありますよ。ありますけどでもあのかおりさんなんかどうなんですかそのねいろんな ね DJ イベントに出られてますけども、はい、いわゆるそのなんか仲間とかそういうお友達ってどういう人たちになるんですか？そうですね DJ の友達もまあ昔からの友達とかもいますけど。はいはいはい まあ、だから私もそういうだからもうめんどくさいんで後輩みたいなのは作らないですねあんまりあ<ー>、うん、もうそうなるの見えてるんで <laughs> 電話くなくなるのも知ってるんでまあそういうのは若い時はありましたけどいやでも香里さんってやっぱりその何、うん、ですかね、うん、その存在感がすごいから、うんうん、そのプライベート見えないですし、うん、誘い 全然寄ってこない誰も私もあ<の> <laughs>。あのなんて言うでしょうかね。深母さんみたいに閉じてないはずなんだけど全然来ないよ私も。だからその辺は似てるかも。あ、あうん。そうですね。カウスさんの場合は。ただね、うん。別に閉じてないんだけど、こなんか来ない。ただね、怖<い>あのー、カウスさんからはそれがねここの DJ に見えるからいいんですよ。孤高、うんうん、感があるんです。うん、私はね孤独感になっちゃう。 <laughs> なんか寂しさが漂っちゃう河合さんの場合はなんかきらびやかなここの DJ に見えるからいいんですよ。けど,けど DJ やってる人って性格地味だよね基本やっぱり。なんでしょうかね,ね。やっぱりそう思いますよ。だってこう音楽を使わなくてもなんかねそんな、はい、コミュニケーションやっぱりね。はい そういうオープンだったらできると思うんですね、いろんな人と。ああ、確かに。うん、あのやついくんなんてね、うん、すごいじゃないですか。<laughs> 人まあ人脈っていうとね、ちょっと味気ないかもしれないですけども、お友達がね。やついさんも最近やっぱ芸人でね、はい、やっぱ DJ してるっていうと、うん、やっぱり深原さんも気になります、うん。気になってるから腹立ちます、ね。<laughs> いやでもいいんですよ、はい、腹立ったっていいんですよ、はい、彼はもう大成功してますから、はい、そうですよね,ね盛り上がりますもんねもうもう悔しくてしょうがない悔しくてしょうやっぱキャラが違いますもんね <laughs> そうでもねそれこそピコ太郎さんなんてね、はい、あのー、まああんま 公には言えないですけども我々からしたらねなんかもうしかるべくヒットというかねあの方もずっと音楽を一つのツールとしてやってたんでねお母さんもついに「紅白」ぐらい出る日がやっぱ来るでしょやったりそういうバカにし方いやそんなことないだっていっぱいずっと曲作り続けてるから私の100倍作ってるから。 絶対もうピコ太郎の次はロケットマンっていうのはあるよやっぱりない私はもう本当ね、うん、もうそういう意味ではね、うん、何にも期待するのをやめましたも <laughs> うやっぱ期待こそがね小、うん、悪の根源小悪の根源もうそういうことであって日々ね、うん、こうやってまあ香織さんとこうやお話できたり、うん、DJ をね呼ばれて DJ したり曲を作れたりというその自分の好きなことができるだけで。うん もうどんなに幸せなことか、それがね、評価とかそういうことをね、望むのはもうそもそもの間違いなん。そう、望み出した途端不平不満でいっぱいになるよね、人間ってやっぱり。そうなんですよ。それよりも今この環境、今好きなことができているこれ自体がどんなに幸せなことかっていうこと、本当、本当ですよね。やっぱ感、やっぱね感謝する。 っていうの大切ですよね。感謝の気持ちを忘れるともやっぱ不平不満でいっぱいになっちゃって、もうそう思ってない。やってらんないですなんでこいつの動画こんな言ってんのみたいなね。ありますよねそういうのやっぱり。そういうの比べない。